はい、高校生の皆さん、えー、保護者の皆さん、こんにちは。中部大学生命健康科学部保健看護学科の江尻と申します。えー、今日は、えー、模擬講義ということで、私は成人看護学が専門ですので、えー、成人看護学で普段学生たちが勉強していることを少し皆さんと勉強していきたいと思いますよろししくお願いします。 はい、本日の内容ですけれども、本日はですね、えー、救急救命処置、それから術後患者さんの観察というところで、皆さんと一緒に勉強をしていきたいと思います。救急救命処置について、必要な、えー、知識をまず確認してみましょう。 皆さんはもう生物の授業なんかで習っている方も多いと思いますけれども、こちらにですね、人間の解剖をちょっと記してみました。呼吸器系の解剖なんですけれども、こういうですね、細かい名前がついています。こういうのも大学では勉強していきます。 はいえー、呼吸器系なので、お鼻とか口から呼吸をして、えー、肺に入っていく経路なんですけれども、そこにはまず、鼻腔という空間があります。その下、この辺をですね皆さん、何というか分かりますか、はいえー、私たちの、えー、教科書にも、ね、書いてあるんですけれどここは、咽、えー、頭といいます、いいですか、読めない人はちゃんと振り仮名を振っておくようにと、私はいつも授業で言ってます。その陰頭の頭下 ここ、なんと言いますか、わかりますかね、ここ、喉頭っていうんですね、口頭、はいえー、患者さんがですね、えー、外横になって、合掌されているときは、この後頭部に結構、たンがたまりやすいので、こういうところをあの、こういうところのたん、ね、を取るということも、私たちはやります。それから、口頭に引き続いて、えー、気管というところがあります、はいえー息の、息とか空気が通っていく経路ですね、気管。 それから、その先は何というかというとですね、気管は左右に分かれますので、気管の分岐部という名前がついています。気管の分岐部を通って、左右の肺に空気が分かれて入っていきます。そして、はい、ここは何と言いますか。というところで、えー、気管支。 ね、こういうとこ気管支、そしてもっと気管支が細かくなると、週末の再気管支という部位になって、その先に肺胞がある感じになります。そして肺胞の一つ一つで、えー、空気が酸素と二酸化炭素のやり取りが行われて、私たちの体の中に酸素が入っていきます。 で基幹分岐部というところ、左右は、えー、と同じ角度ではないんですね、30度、45度と少し左右で、えー、角度が違います。そのために、えーとですね こちらにもポイントにも書いておいたんですけれども、異物っていうのは右肺に入りやすい、右肺の方が角度が鋭角になっているので、異物は右肺に入りやすいということが知識として重要になります。そしてですね、えー、とポイントの1つ目ですけれども、えー、右の気管支は左に比べて短いということもあります。で、えー、ここからここまで、全部を気、えー、道というふうに呼んでいます。 まず、この解剖の知識が大事になります。では、救急救急命処置に必要な物品の紹介をさせていいいただきままます。まずです、ね。ず、はい、ババッククルブマスと 呼吸停止をされている患者さんに緊急的に人工呼吸を行う機器になります。これをバックバルブマスクと言います。はい、それからですね、バックバルブマスクで換気をして、それでも自発呼吸が非常に弱い人ですとか、えー、自発呼吸が出てこない患者さんも見えます。そんな時はです、ねえー、気管相関とっって、うん、かさっきの はい、気管分岐部まで管を入れます、こういう、失礼しました、はい、こういうです、ね、管を気管分岐部まで入れて、機械で呼吸ができるように処置をします、人工呼吸器なんかを使っている患者さんを皆さん、ドラマで見たことあるかもしれません。 はい、あの人工呼吸器、管理ができるようにする、えー、処置をです、ね、気管相関と言います。それで、気管相関に必要な道具です。気管相関に必要な道具は、これはまず、口頭鏡と言います。もうすでにこれは組み立てているんですけれども、口頭鏡はですね、はい、見えますでしょうか、こうして明かりがつきます。 中に電池が入っていて、明かりをつけて、明かりがつくようになっていて、患者さんのお口の中がきちんと見えて、気管が見えないと気管の相管ができませんので、こうして電池がつくようになっています。それから、先ほども申し上げました、気管の分岐部まで入れるチューブを、これ、気管送管のチューブと言います。そして、この先には、 これ空気が入るようになっているんですけれども専用の、えー、注射器シリンジで空気が入ります。ちょょっと入れてみましょう はい、こうして膨らむんですねこれで膨らむことで固定ができますので、えー、とこうやって空気を入れて使いますそして、えー、この管だけですと入れにくいのでスタイレットといって、はい、こうやってですねあの、まあ、看護師はドクターとかに渡すことになりますそしてこれはバイトブロックそれから これは気管、相関、チューブを固定する道具になります。それから、聴診器がいりますね、はい。私たちの商売道具、大事な大事な聴診器です。それから、これはマギール監視というものです。ちょっと変わった形をしてますね。はい、これで何をするかっていうと、口腔内に異物があった場合は、これで取る。 こうして取ったりとか、舌を、舌がですね、ベロですね、落ち込んでしまった場合には少し舌を引っ張るっていうこともします。こうした道具を使って、機関相関をしていきます。では、今からですね、実際にモデル人形を使って、機関の相関の練習をしてみたいと思います。 気管相関の訓練については、2年生ですとか3年生で勉強することになりますし、4年生で臨床で臨時実習というんですけれども、手術室の見学実習なんかも私たちは入れています。手術室の見学実習に行ったときもですね、相関チューブの固定を手伝ったりとか、気管相関の解除っていうことをさせていただく場合もありますので、学生には しっっかりり学習すするように言っておりますでは、ちょっと、えー、モデル人形を使った訓練をしてみましょう。はいでは、バックバルブマスク人工呼吸法の実際を見てみたいと思います。今日は2人1組で行う方法で見てみます。はいでは、えー まず1人は患者さんの化学を上げて、気、えー、道を確保します。こうすることで効率よく、えー、人工呼吸ができます。そして2人1組ですので、1人がマスクを押さえて、1人がバッグを押すということになります。はい、では、換気をしてみましょう。どうでしょう、肺が動くのがわかりますか これでしっかりと換気ができていますので患者さんの人工呼吸ができているということになります。マスクを押さえている手元をちょっと見てください。これはですね、皆さん簡単そうに見えますけれども結構力がいるんです。マスクが顔に密着をしていないと空気が漏れてしまってきちんと換気ができないのでしっかりと押さえています。 指で C と E の形を作って、患者さんにマスクを当てているので、EC 法という名前もついています。はい、こうした訓練を、授業の中で取り入れています。はい、では次に、機関挿管の解除について見てみたいと思います。 基幹相関の解除については2年生、3年生で学習をしていきます。学内では医師役の教員、それから学生が物品をやり取りしてですね、こうした訓練をしています。学生間で訓練をしてもらうこともあります。では、機関相関の解除の実際を見ていきたいと思います。 はいまず、ですね江頭鏡を医師に渡します。はい医師は江頭鏡を用いて正門というねあのところを見ています。そのために、えー、正門からですね目を離さなくて済むように看護師は、えー、相関のチューブを渡します。はい そうですね。医師はもうずっと目を離してないですね。そして医師は、えー、気管支分岐部まで相関チューブを進めていきます。はい。相関チューブを、えー、入りましたら医師の指示でスタイレットを抜いていきます。 その後ですね、患者さんが無意識にチューブを噛んでしまう場合がありますのでバイ,ドブロック、はい、バイドブロックを医師に渡して医師が患者さんに噛んでいただきますそのあと、はいえー、看護師はです、ね、カフ用シリンジ家父、はい、用のシリンジを気管相関チューブに接続して、えー、空気を入れて 相関のチューブを固定することになりますその後、バックバルブマスクを使って肩肺早管になっていないかとかきちんと換気ができるかを確認します。はい 実際の患者さんではこうした肺の動きは見えないので、医師にですね聴診器をかけてもらって音を確認してもらうことになります。はい、大丈夫そうですね。その後換気が確認できたら固定に入ります。 こうした手順がきちんと頭に入ってできるように学内でトレーニングをしますはい、では全身麻酔で手術を受けた患者さんの管理について考えていきたいと思います全身麻酔ですとか手術というのは非常に人間にとって侵州が大きいものになります 循環器系への影響、呼吸器系への影響、それから消化器系の消化器系への影響、神経系への影響などなど、とても大きな進修になります。もちろん感染というリスクもあります。今日は呼吸の方を中心に患者さんに何が起こりうるかというのを考えていきたいと思います。 全身麻酔をかけることで,です、ね、中枢神経系の抑制がされます。そのために患者さんは自発呼吸ができなくなるんですね。自発呼吸ができないので、手術中は麻酔器から酸素,を置く酸素とか麻酔をかけることになります。 麻酔器につなぐにあたってです、ね、何が必要かというと先ほど勉強しました気管相関が必要になりますただ気管相関をすると何が起こるかというとですね正門浮腫ということが起こりう,ります起こりうるんですねそして正門浮腫が起こると呼吸抑制が起こり換気量が低下することになります それから気管相関はやっぱり人間にとっては異物になりますので、気管粘膜への刺激があってですね、それのせいで気管分泌物がどうなると思いますかはい、増えるんですね。気管分泌物が増えます。まあ、要は、痰が増えるということですね。 そして痰が増えても自分で患者さんは痰が出せないのでこれがたまると何が起こるかというとですね末梢の肺胞拒脱といって肺が開ききらなくって酸素化が十分にできない状態になります。酸素化が十分にできなくなくった状態を無気肺 とううんですけれどもこし無気配が起こってしまうと酸素化が十分にできないので体内に必要な酸素量を確保できなくって酸素投与が必要になったりですとか、えー、とタンをこちら看護師がとるような吸引という操作が必要になってきます。では術後の患者さん どういったことが起こっているのか、実際に高性能シミュレーターで見てみたいと思います。はいでは、術後の患者さんを観察したいと思います。中部大学には、えー、高性能シミュレーターといって、コンピューター制御できる、えー、モデル人形が何体か揃えてあります。皆さん、患者さんの胸を見てください。患者さんが、 息をしているのがかかりますか学生たちは、はい、こうした患者さんを見ると非常にあの喜ぶんですけれどもこういったモデル人形を使ってえ勉強をしていますでは、えー、患者さんに、えー、どんなルートがついているのかなどを含めて、えー、全身を一度見ていきたいと思います。まず、えー、患者さんの頭元のモニターを見てみましょう。 はい、えー、緑のモ、えーラインが出てますね。はい、緑のラインはですね、心電図になります。はい、心電図モニターと、えー、心拍数が出ています。その下、えー、SPO2 と書いてありますけれども、し、えー、患者さんの酸素濃度が、えー、どの程度あるのかということを示しています。その下は、えー、呼吸回数を示していますね。 その横は血圧を示しています。はい、こういったモニターの見方も少し勉強をしていきます。それから患者さんの頭の方から見ていきますと、患者さんは酸素をしています。酸素流量は5リットルになってますかね。はい、酸素流量は5リットルで患者さんは酸素マスクをつけています。看護師は酸素マスク にえー、と酸素マスクと酸素流量計の間の,間のチューブが屈曲していないかなどきちんと確認をします。それから患者さんは点滴をしていますね。はい点滴の侵入部だけではなくて、えー、ルート、屈曲していないかなどを確認をしていきます。はい それから患者さんはお鼻から胃にかけて胃管チューブというんですけれどもそういった管が入っています。これも管の屈曲がないかそれからどんな液が出ているのかという量を見ていきます。正常も見見てていきまます、はい。それから患者さんの呼吸を見てみましょう。 はい、学生たちは実際に呼吸音を聞いて正常なのか異常なのかということを考えていくことになります呼吸回数を見るだけではなくて呼吸音を確認するというのも非常に大事になりますはいそれから患者さんの腹部を見てみましょう患者さんは、えー、お腹の手術 受けた方なのでお腹に傷がありますそれからドレナージといって傷口のところからですね管が出ていますはいちょっと出血が出ていますかねこういうのもですねきちんと確認をしていきますはいこの出血量が多いか少ないかというのも大事な判断になりますそれから尿の管も入ってますかねはい。 尿の管も入ってますので尿量をきちんと確認することが大事になってきます、はい、足の方を見てください患者さんは白いストッキングが入ってますね白い靴下これはですね男性ストッキングっていうんですけれども手術なんかをして長時間合掌していると血栓ができてしまいますので血栓を予防するためにこうした靴下を履きます。 患者さんの靴下をきちんとめくってですね、靴下の下の皮膚に異常がないかというのもきちんと確認をしていきます。はい、こうしてですね、全身をくまなく確認をしていきます。 はい、詳しくは皆さん中部大学に入学していただいた後に一緒に勉強をしていきましょう皆さんの入学をお待ちしています以上で終わります